100万円っていうお金は、はい、例えば10年前の林さんの貨幣価値にしてみると、はい、どのぐらいのもんなんですか？タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。平和の虎、新旧虎談義。志願者たちのその後は、令和のエトセトラチャンネルへ。もうけん。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、引き続き、林社長に来ていただいてます。多分、まあ、順番考えてないですけど、多分4回目ですね、もうね、これ。上半期の振り返り会になりますけれども、今日は一番大事なことを林さんとちょっと喋っていきたいなというふうに思っていまして、4月1日に始まったタイガーファンディング、一番最初からですね、要は、その出資というものに対する形態を、はい、昔は単に投資というふうに呼んでたんですけれども、内訳は分かってないですよね、使用者には。で、結局これは、リターンのある投資なのか、それとも単純な融資なのかというのが、まあ、要はテレビ的には分からない中で流れてたんですよ。でも実際は、これお伝えもしたことあると思うんですけど、あの頃ってほとんど融資だったんですね。しかも担保のない融資で、まあ、金利でせいぜい年利 1% ぐらいっていう世界だったものを、僕はこれ現代これじゃいけないんじゃないかと思って、しかもテレビと YouTube の違いもあるんで、で一応融資と投資と新しく社内ベンチャーっていうふうに決めて動かしていったんですけれども、まずもって林さん多分考えていることがあると思うんですが、はい、その今僕がちょろっと言ったそのテレビと YouTube の違いからくる云々かんぬんというところ、ちょっとお考えを、はい、お知らせいただけますか。はい、はい、もしテレビだったら、はい、もう出てるだけで、うん、もう回収みたいなところありますよ ね、 出してるお金、はい、そうなんです、なので、はい、まあ、全額返ってこなかったとしても、うん、岩井社長の会社にもめちゃくちゃ就職希望の方がいらっしゃったとか、はい、あるじゃないですか。あと講演会、うん、すごいですよね、はい、なのでもちろんうん、嬉しいことに令和の虎で見てっていうことで武田塾の加盟検討者が来ていただいたり、はいはい、就職したいっていう方もいらっしゃってくれて嬉しいんですけど、はい、多分テレビに比べたら少ないわけですね。まあ、そうですよね、もう比べ物にならないですよね、うん、なので、はい、どうしても番組内で出したお金はちゃんとそこで回収しなきゃいけないっていう気持ちが今の虎には働くんだと思うんですよね、はい。このすごく当たり前なことがでも、うんうん、多分視聴者ってね、残念ながら分かってないと思います。そうですね、なので昔の虎はもっと太っ腹だった、はい、そうです。条件なんかなかった、はい、ね、それはもうテレビで出て黒字だからです、はい、間違いないです、はい、なので、けど逆に言えば、はい、その今回はどの社長さんもこの人に出してちゃんと回収できるか、うん、利益が出るかっていうことを考えるので、うん、よりリアルな投資とかお金が出る瞬間を皆さん見れてるんじゃないかなと思います、ね、そうですよね、はい、融資に関しても、うん、僕は多分ねコメント欄でね、うん、で融資だったら、うん、せいぜい金利数パーセントで社長たちメリットがないから融資なんてそれからやめろみたいなこともあるんですけど、うん、じゃあ融資にリスクないんかって話ありますよね。融資にも、うん、ありますね、はい、で融資は、うん、まあ、ぶっちゃけ社長はほとんど儲からないものですよね、うん、はい、なので単純に応援したいとか、はい、そういう気持ちのものですね。だから、はい、野田社長の神田光希さんへのは、うん、はい、その単純になんか大分出身で応援したいって、なんかもう、はい、野田社長儲けようなんて思ってないですよね。いや、思ってないですよ、全く思ってないでしょうね。でもね、はい、助けるんだったら、うん、もっとね、なんつうの、神田さんはもう自立されてますから、うん、もっとね、困ってる人いるんじゃないかっていう気もしますけど、だから、本当に応援したいっていう気持ちが、うん、はいはい、ですよね。で、はい、そこで、まあ、すごい細かい話になると思うんですけど、うん、視聴者の皆さんちょっとお伝えしたいのは、はい、もう、ざっくり言いますよ、うん、ちょっと正確に言うと違うかもしれないですけど、うん、もし会社に1000万円の利益が出てたら 40% の法人税を払わないといけないじゃないですか、はい、そうすると400万円払うことになりますよね、うん、で、1000万円その融資を例えば志願者にしたら、うん、その会社から1000万円現金がなくなって、じゃあ会社の利益が1000万円なくなって法人税400万円払わなくて済むかというと、うん、
払わなきゃいけないんですよね、はいはい、あの経費にならないので、はい、あの資産になりますんで、はい、1000万円貸してるんでしょと、はい、だから会社は1000万円利益は出てるでしょ、うん、ということで、うん、あの現金ベースでは1400万なくなるんですよね、はい、なので、はい、会社にとってはかなり苦しいし、うん、でも個人でねそんくらいあるっていう風に話になるかもしれないですけど、うんうんはい、まあ融資っていうのは、うん、あの税金では重いんですよ ね、 重いですね。なのでその辺が皆さん、はい、あの分かっていただくと、うん、あのそれだけの現金が寝るというのは、うんうん、あのもっと自分の事業に投資したらもっと成長できるかもしれないわけですよね、はいはい、それを、うんお貸しするっていうのが結構な応援な気持ちがないとできない、はいはい、ハードル高いものだったら皆さんに分かってほしい。そうですね、ことですね。もう一つ付け加えるならば、銀行ならば担保取りますから、まあ、少なくともねその元本ぐらい返ってくるっていう保証がある程度あるじゃないですか。だいたいね保証協会好きのね、はい、融資とかですかね。でも、我々っていうかあの今の虎の方たちが仮に融資するとして担保なんか取りませんもんね。そうですね。ということはリスクは絶対あるわけじゃないですか、はい、うまくいかなかったらその貸したものすら返ってこない、はい、そういうことまで含めると実は融資ってすごい一番慎重にならなければいけないような、うん、あの 3つの選択肢の中でなのかもしれないですよね。そうですよね。どうせ返ってこないなら、はい、来ない可能性があるなら、はい、投資でリターンが多いなら諦めがつくけれども、うんうんね、金利しかつかないし、はい、なおかつ返ってこないかもしれないのでね、はいはい、怖いですよね、うん、そういうことだと思うんですね。なのでやっぱり皆さんがね昔の虎は太っ腹だったっていうことに対して僕は昔の虎ですからあの本当に両方見てて思うのは、うん、ああこういうことをなんとかあの視聴者の方に理解していただきたいなと思ったんで今日ぜひあの林さんの口からご説明いただきたいというふうにあの思ってあのお伝えしました。あの社内ベンチャーどうですか。社内ベンチャーは僕は全然いいと思いますよ、うんあの僕そういう機会がないだけで、はい、あのすごい優秀な方が一旦社内に入ってくれるっていうことですから、うんうんはい、もう全然僕は、うん、あの歓迎したいですね。ね、ええまあ、これからもどんどんあの社内ベンチャーがあの来るといいなというふうに僕は個人的には思っています。はい、さあ、そんなあの形でですね、半年間こうやらせていただきましたけれども、林さんもすごいたくさん出していただいたんですけれども、はいまあ、ちょっとこの先のことで聞きたいんですけれども、とどのつまり林さんって、どういう観点でお金出してるんですか。ですね、うんあのまあ、その基準から外れてる人もいるかもしれないですけど、はいまあ、一緒にいて楽しそうだなって思う人は出したいと思う。よく言いますよね、はい、一緒にいて楽しいだろうなと思う人っていうのは、もう一個裏を返すと、楽しいだけじゃなくてその人とちゃんと関わればちゃんとリターンがあるっていう気持ちがあるから言える言葉ですか。はい、それもそうですですよね。はい、はいまずですね、うん、あの会って面白い人じゃないとこの打ち合わせする気にならないですよね、うん、あの会いたいって思わないと、はい、でも僕がそのたくさん会いたいって思えばたくさん打ち合わせできるんで、はい、ビジネスモデルもブラッシュアップするんで、まあ、うまくいく可能性も高いと思うんですね、うん、さらに僕も話してて面白いなと思ってお茶したいなって思う人だったら、うん、みんなもそう思うはずなんですよね、うん、あの全員じゃないですけどその、うんまあ、思う人も多いと思うんです、はい、なので、はい一言で言うと一緒にいて面白い人なのかなと思います。わかりました。はい、最後にちょっと意地悪な質問してください。はい、あのですね、はい、どうしよう。あの林さんにも別にこんなにお金がない時代もあったじゃないですか、はい、今に、はい、そうですね、はい、で今これだけの事業をやられていて、はいまあ、全国で200数十のね、はい、武田塾をお持ちで、はいまあ、ある種、自分の自由になるお金がある程度あるじゃないですか、はい、で番組でよくね、はい、あの君たちやっぱり元気があるからもうとりあえず100万円ってこう出すじゃないですか、はい、これ100万円っていうお金は、はい例えば10年前の林さんの貨幣価値にしてみると、はい、どのぐらいのもんなんですか。24とかの時ですね、うん、24歳の時の林さんだったら、はい、この100万円はいくらになりますかって話です。あ、そうですね、難しいなけどね、その時にももうね温泉プール、ジム付きのマンション住んでましたからね。じゃあもうちょっと遡ろう。学生時代も遡って18歳。はい、18歳だった自分にとって高校3年生あ大学1年生とか大学1年生とか20歳でもいいや、はいはい、要は授業やってない時、まあ、なるほどなるほど、うん、100万円大金ですよね。そうですね。でも、もじゃああの場で気持ちで出すとしたら、いくらなら出してるんですか。気持ちいい、まあ、あの大学生だって全然ダメだよね、はい、あの要は社長1年目みたいな感じですか、うんうん、気持ちはね5000とか1万円ですかね。
ね、だから僕ね、これ何が来たかというと、来たかったかというと、はい、林さんが100万ポンと出したじゃないですか、はい、これって普通の人にしてみたらいくら出してる感覚なんだろうっていうのがみんなからよく聞かれるんですよ、実は。あ、そうですか、はい、僕も昔聞かれました、はいはい、で、多分1万円だったら気持ちで出すじゃないですか、はい、普通の人、はいはい、なんかいいよねっつって、はい、でも100万円気持ちで出せないですよ、普通の人は。あ、なるほど。だからもしかしたら貨幣価値が、要は100分の1になってるかもしれません。そうなんですね。いや、なんか僕もこうやってお付き合いしてて、なんとなくそんな感じを持つんですよ。あ、そうですか。はい、なんか、よけど普通にマックとか食べますよ。いや、もちろん それもよく知ってますよ。あの、ビキグルメ好きですよね。だからみんななんかさ、周りって、例えば林さんでもそうだし、僕らすらがそうなんですよ。そんなもの食べるのとか言われるときありますよね、はい、銀座とかね、はい、行くと、はい、食べますよね、はい、全然好きですもんね、はい、だそういうところ の価値観って変わってないような気がするんだけど、はい、でもやっぱり見てる人にしてみると、はい、あのとりあえず100万円っていうのが、はい、ね、これ林さんだけじゃないですよ、安藤さんとかでも、はい、ね、とりあえず100って7万もやるじゃないですか。ありますね。皆さんの感覚ってどんなもんなんだろうなってみんな知りたくてしょうがないと思うんですよね。そうなんですね、うん、5000円とか1万円なんですかね。ですって、そういうことです。はい、だから、あのそういう感覚で見てもらうとはぁって腑に落ちるところは皆さん あると思うんで、一回ちょっとね、そんな感覚で見てもらうのも面白いかなというふうに思って、今日の話はまとめておきます。最後これ、はい、まああのね、割とあの固い話してきたんで、はい、せっかくなんで最後あの、はい、こんな感じで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。トラと志願者を大募集。詳しくは概要欄から。